日本東京都世田谷区絹田地域うなねうなね東京都、神奈川県の多摩川に沿った地域にある地名。かつてこの地域は行政区分上一つの地域であったが、多摩川の流路の変遷により分断された。東京都世田谷区西南部にある地名。神奈川県川崎市高津区西北部にある地名。上記のうなね地区で多摩川両岸に渡されていた、渡し船、うなねの渡し。 東京都世田谷区うなね一丁目にある小田急バスコマ12系統のバス停。この地域に存在するうなね一丁目、道二丁目、三丁目の各町域の通称的な総称でもある。1971年に住居表示の実施が完了した。駒沢大学玉川キャンパスが所在する。北に野川、南に摩川が流れ、西に東名高速道路、中心を東西に、 水道道路が通る。3丁目には、東京外環自動車道の透明ジャンクションが建設中である。筑前駅が、至近の鉄道駅から 2km 以上離れている。鉄道空白地帯に属するため、コマ12、玉霊4、玉霊5、玉霊6、玉霊7、玉霊8系統等のバスを利用して、二子玉川駅、成城学園前駅、狛江駅等に出る人が多い。 住宅地の地価は2020年1月1日の工事地価によれば、根二の2-26の地点で29万5千円平方メートルとなっている。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。現在は東側は工業地域、西側は住宅地になっており、 玉川沿いに玉沿線道路が通っている。当地区に鉄道、路線バスは通っておらず、鉄道駅は JR 南部線の久慈駅が最寄り、2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつて玉川は頻繁に洪水を起こし、流路もたびたび変わっていたため、 村が玉川で分断されることがたびたびあった。ここうなねも玉川により分断されており、かつては左岩地域は本村、右岸地域はうなね山野と呼ばれる地域であり、明治時代までは都船、うなねの私が両岸をつないでいた。かつては全域が武蔵区に玉郡に属していたが、1912年に軍境が玉川上に設定され、 以降、う岸地域は、羊群に属すこととなり、以降現在まで両岸に地名が残っている。羊群への編入にあたり本、村から分子された、氷川神社は、今も住民により守られている。昭和2年、佐岸の本村から、氷川神社が、う岸山の地区に、分子、創立された。以降、宇なぬさ地区の住民により、うがの氷川神社は守られており、また、 うなねあざさんやの地名も併合を通されることなく残っている。昭和52年には、鎮座50年の記念碑が建てられ、鎮座の経緯が記されている。また、令和元年には、本殿法納の石作り祠、拝殿の変額、稲荷校の3点が、川崎市地域文化財の認定を受けた。うなねの私に関するカテゴリー、ありがとうございます。